どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆころです。今回はこちら、しがらきがね、新百式を攻略できるということで、今日はしがらきを使って新百式遊んでいこうと思います。はい、しがらきね、35ターン変身、30%グラビティ変身キャラでね、もう熟成10強プラス、無効感プラス、お邪魔ドロップの加護冬に、まあ、7強2個つけてるんで、火力もまあ出せますと。まあさすがに3属性関数は無理だけど、普通に火力は出せます。はい。で、まあスキルに関しても3ターンで上限80億 45% HP 回復に、ロック解除生成で闇2列、お邪魔2列を生成できますと。で、まあリーダースキルに関しても闇を、あ、間違えた、こっちか。リーダースキルも闇を邪魔と応じてダメージを激減、攻撃45倍、4コンボ化3固定500万ダメージ、闇の HP が 1.2 倍と。HP 1.2 倍激減持ちやで、これ。ね。まあ、耐久値も高いわな。で、火力も45倍、4コンボ化3固定500万。もう弱いわけがないんですね。なんで今日はしがらきをリーダーに使って、新百式攻略していこうと思います。編成こんな感じです。はい。リーダーしがらき、リーダーチェーン闇軽減プラスに、こちら、長武器入れて長継承です。まあ、代用は豪天とか無一郎とかが使えます。はい。まあ、無一郎とかだったら、副属性の火力も出るからおすすめかな。いや、副属性の火力は出ないのか。そうですね。だからできれば豪天とかの方がいいですね。豪天とかの方が強い。まあ、だから妥協して無一郎って感じ。はい。ラストオーダーです。スキバアシスト無効回復に、こちら、コーラージュのキャンディー継承ですね。はい。これは、電磁マキマの、あれです。武器ですね。はい。で、こちら、間違えた。距離です。ハロウィン距離です。スキブ HP 強化4突に、イーナ武器、学園イーナ武器継承です。はい。で、ネレです。スキブ上限ドラゴンキラーに、無一郎継承で火力出していきましょう。からのしがらきです。毒目覚め耐性 HP 強化に、こちら、レディナガン継承で、ラストフレンドしがらきです。HP 強化4突に、こちら、レディナガン継承になっております。という感じの編成ですね。今日はこちらのしがらき編成を使って新百式破壊していこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ、1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずはラストオーダー使います。はい。で、イナ使ってあげて1コンボ組みましょう。そしたら、しがらき4枚使います。はい。しがらきからの、しがらきからの、しがらき使います。はい。でからの1コンボ組みましょう。じゃあ、ネレ使いましょう。ネレ使ってあげて1コンボ組みましょう。えい。そしたら、ここからしがらき打って倒していきます。序盤は指がすごい短いので、パズル頑張ってください。いきます。こんな感じで、無効感含む10コンボ組んであげて、倒していきましょう。13コンボです。さあ、このまま自動回復利用してワンパンしていきます。突破です。続きまして2階層です。2階層はランペードが来たら初手、ラストオーダー使ってください。ドゥバルが来たら半分時ラストオーダー使ってください。パヌマスはラストオーダー温存できて楽です。で、ここ距離使いましょう。いきます。無効感組んで、あ、やべ、アシスト無効回復忘れた、やべ。次アシスト無効回復も、とりあえずこれで半分まで削れるのかな、わかんないけど。しかも削れないんかい。とりあえずアシスト無効回復を組みましょう。はい、いきます。これでアシスト無効回復してあげて11コンボです。で、まあ一旦殴り、まあまあこれで半分までいけるんじゃない。いけないんかい。ある、えい。これでアシスト無効回復して半分まで持っていきます。で、確実にこのまま2パンしていきましょう。これは絶対倒しきります。はい。軽減ループが残ってる状態で突破するのが必須なので、これで無効感とお邪魔の1コンボの10コンボ組んであげて、さあこのまま2パンしていきましょう。突破です。アシスト無効がなければ余裕で倒しきれます。はい、突破。さあ続きまして、3階層です。3階層は闇吸収はラストオーダーで対策して、間違えた、強力で対策していきます。はい、まず1ターン耐久しましょう。適当に、まあ、1ターンマジでこんな感じで耐久します。はい、1ターン耐久からのキミン、オッケー。そしたら強力使ってあげて、しがらき使ってあげて倒していきます。はい、これで闇の無効貫通含みながら12コンボ組んで突破していきましょう。これでワンパンしていきます。突破。さあ続きまして4階層です。こ
こは必ず次のターンラストオーダーが使えるかどうかだけ確認してください。アンパンして HP 足りるかわかんないんだけど、アンパンしちゃおう。次ラストオーダーも使えるのでこれでまあ殴っていきます。まあどっちみち攻撃力減少食らってるんで耐久した方がいいかもしれない。普通にそもそも耐久必須っすね。これ耐久します。3回ずらしただけ、マジですごいシンプルに3回ずらしただけです。はい、そしたらラスト、やめてください。しがらき使ってあげて倒していきましょう。はい、これで若干エンハンスも消えたので、まあどっちみちここは3ターン耐久でいいっすね。ラストオーダー溜まってないことの多いんで、そうパヌマス以外は溜まってないので3ターン耐久してね突破していきましょう。で5階層です。まあ、プリシラはひたすら無効感で殴ればいいんじゃない。はい、しがらきからの距離からの殴っていきましょう。いきます。しがらき距離、これで無効貫通含みながら殴っていきます。10コンボです。まず一発削り、いいね。でここは強力でしっかり受け切りましょう。さすがに受けれるはず、いくらなんでも。はい、そうですね、さすがにね。でしがらき打ってあげて無効貫で削っていきましょう。いきます。はい、これで十分じゃない。11コンボ組んであげて倒していきましょう。12コンボです。さあこのまましっかりと突破していきます。はい、でまあ続きまして6階層です。はいはい、でこいつは表裏の属性吸収利用して倒していきます。まあ耐久すればいいんだけど、この属性吸収がないタイミング耐久するときはもう本当に一生ずらしていいです。マジでマジで一生ずらしてあげてください。これでスキル試していきます。じゃあここで強裏使いましょう。強裏使って属性吸収とかつ無効感組んでいきます。はい、これで殴っていきましょう。で、あとはこのまましがらき使って倒していきます。はい、これでしっかり突破していきましょう。距離の2ターン継続利用して倒していきます。で突破していきましょう。さあ7階層です。これは当たりっすね。他の2体は闇吸収してくるんで半分時でしがらき言って殴っていきます。はい、でまあひたすら無効感で削っていきましょう。ここも11コンボ組んでいきます。12、13、14、もうひたすら無効貫通で削っていく。しがらきの火力で殴っていきましょう。なんかしがらきって周回だけど攻略みたいな性能だから、こういう新ダンジョンとかの使えるの結構やばいよね。あ、でもさすがに回復追いついてないな全然。そらそうか、これはさすがに周回って感じじゃないですからね全然。もう本当に攻略なんで、あくまで。でこれでしっかりと突破していきます。はい、倒していきましょう。あ、でもまあ回復力めっちゃ高くない？45% 回復だもんね。もう8万5000ぐらい回復してるのか。強いな、じゃあ普通に。うまいことやれば全然いけそう。で、ここもしがらき言って、まあ多分 4番になるかな、ここは。だから、すなわち。これで殴っていくんで、多分4番になりそう。今半分までいけられると終わりなんだけど、なぜか距離ないから。あ、危ない。マジで死ぬとこだったんだけど、距離使おう、すぐ距離打ってあげてしがらき打ちます。はい、これさ、これあれじゃね、ちょうどいいわ。無一郎溜まってるから無一郎使って、しかもラストオーダーのこれ使おう。これめっちゃ強いやん。これでこのまま殴っていきます。10コンボです。距離の軽減ループ。あ、わかった、あそこだ。7階層突破時に調整ミスったからだ。
で結果として本来やばかったんですけど、これが溜まったからラッキー、ここの発狂も耐えていきます。まあ、ちなみに距離の軽減ループあって HP がちゃんと残っていればここは受け切れるはずです。はい、ちょ今回7回層ミスったけど結果として耐久できたから OK。 なのでこれさ、無効管組んで削ると発狂入りそうで怖いからちょっと平積みしてから倒そう。今ラストオーダー使ったんで発狂入ったら終わりなんでちょっと削ります。 OK、 じゃあ倒そうか。もうこれで突破していきます。はい、ネレ使おう。これんでムイチロ打ってあげ、足柄木使ってあげてよいしょ。でも回復は消せるタイミングでこうやって全力で消しておきます。はい、全然これね、あの本当に周回編成とかでは全くないので、ちゃんと回復も消しておかないと死ぬので、はい、ちゃんと回復も組んであげて、さあこれで倒していきましょう。んーとパー、 OK。 さあ続きましてボス階層です。ボス階層は強力と死柄木使いながらもうひたすら全力で削っていきます。はい、うまいことやっていきましょう。はい、でここは距離打ってあげてしがらき使います。はい、これ耐えれるのか、果たして。結構耐えれるか怪しいよね。まあ一発は受け切れると信じてこれで12コンボ組みます。はい、まずはシールド割っていきましょう。はい、シールドはもちろん割れます。HP10 万。は？もう死ぬんだけど。やばい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 。全力で回復組まないと。ルーレット利用しながら全力回復組んでいきましょう。ガチやばいガチやばいガチ。普通にもう死ぬんだけど。かといって割るのをさ、だこれはもうラストオーダー使ってあげて、回復全力消しやね。はい、これでしっかりと無効管を含みながらちゃんと回復も組んであげて HP 回復していきましょう。ルーレットがあるタイミングでしっかりと回復消してあげないとやばいから注意。これでだいぶちょっと余裕できたね。まあ、若干エンハンスが今飛んできたのはもう仕方ない。これはルーレット作ってくれるタイミングでは常に毎回ちゃんと組んでいきましょう。でもちろんここもお邪魔分割してあげて最大コンボ数で殴っていきます。はい、でもひたすらこんな感じで、あとは無効管を含みながら軽く出して削っていくっていう感じですね。まあ、若干エンハンスはどうしようもできん。まあ、ネレも有効活用できるのでネレも有効活用しながら殴っていくのが大事かなと思います。はい、これで無効貫通含みながらのちゃんとねコンボ組んであげて14コンボ。まあ、このために回復目覚めも入ってますからね、中央に入れて回復入れやすいように。まあ、大体多分6パンになる、12パンかな。だからひたすら削っていきましょう。 OK、 じゃあシールド2回割ってあげてここも無効貫組んでいきます。はい、もう左腕組みましょう。ルレで事故らないようにだけ祈る。マジでルレで事故ったらガチない。もうルレで事故らないことだけを意識してあげて無効管組んでいきます。はい、でまあ常にね回復意識して組みながら殴っていきましょう。お、これで半分ですね。はい、いいっすね。そしたらここもしがらき使ってあげて、何いい感じですね。これで無効貫通プラス回復も組んであげて12コンボで、かつ全員の攻撃力2倍乗ってるので本来よりも火力はかなり出るはず。あ、もうめっちゃいい削りだったらこれ倒しきりたいね。これ倒しきりたい。だいぶネレ使いましょう。もうこれは突破狙うんでネレ使います。はい、はい、これで闇の無効貫通含みながらの、まあ、全力コンボ組んであげて15コンボです。さあこれでしがらきのね
全力の火力含んであげてしっかりと突破していきましょう。まあ、ということで今回はですね、しがらきを使って、新百式を攻略する動画でした。まあ、結構まあ残念ながら周回編成ってことは全然なくて、もう基本的には攻略のイメージです。はい、まあ、なんで立ち回りをね自分で意識しながらクリアしていくものになります。タイムはまあ18分ぐらいで攻略できますっていう感じですね。まあ、やっぱイメージとしてはやっぱりしがらきだとさすがにこんだけ高火力がぶっ放してくるダンジョンはちょっと厳しいなってさすがに感じた。まあ、というのも敵の火力が高すぎるからどうしても耐久値的な点がね、まあちょっとね物足りないなという感じは否めないかなと思います。やっぱしがらきの強いところって、まあ、そういうなんか中難易度から、まあ、それこそまあ裏奥町とか裏強調とか破壊的、やっぱそういうところがめっちゃ強いんですけど、まあ、ただねこいつね結局なんだかんだ言ってこの編成組めた時点で新百式すら攻略できてしまうので、まあ、それは化け物かなと思います。まあ、ぜひね組める人ね時間あれば使ってみてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。